バイスのおなら。ポいやー、最後に出てくれてよかった。以前、うちのママと、バイスはおならなんてしたことないんじゃない?とか言ってきたので、いや、バイスはおならするよ。いや、しないよ。するよ。しないよ。するよ。しないよ。ちょっと待ってよ。ガックのママに聞いてみるから。勝手にしろ。と、喧嘩そうになりましてね。最終回でバイスが、一気に向かっておならをしてくれたので、ほら見ろ、バイスはおならするんだよって言ったら、まあ全体的には家族がテーマのリバイスっぽい、五十嵐一揆っぽい終わり方ではあったなーって感じでしたね。ちょっと切ない感じは受けたけど、悪魔はみんなの心の中にいるけど一緒に成長していくんだぜみたいな感じかな。最後の戦いというか、じゃれ合い、バイスのおならもそうだけど、ちょっとしんみりしちゃったよね。だけどそんな流れも、はい、キングカズの登場で道具も抜かれたよね。夢に遅いも早いもないよ。1センチでもいいから前に出ようぜ。このお方にこんな風に言われてしまったら、もう納得せざるを得ないよ。ほんとカリスマ。カズさんといえば、実は私、息子パパ、10年以上前の話ですが、ある列に並んでいました。そこで、なぜか背後からものすごいオーラというか熱気を感じたことがあるんですね。そこで、はっと振り向くと、なんと、あの、キングカズさんだったんですよ。その時の衝撃が忘れられませんね。もうオーラと言いますか、何も後ろ見てないんですよ。それでその熱さというか熱気というか、そのパワーがものすごい感じたんですよね。これ嘘じゃないんですよ。なんて言いますか、覇王色の覇気と言いますか、やっぱりもうカリスマは違うなということが昔あったんですよね。はい、すいません、関係のない話しました。そして最後に新ライダー、仮面ライダーギーツの登場ですよ。毎年のことながらこの展開はドキドキするよね。来週からの仮面ライダーギーツとドンブラザーズ、一緒に見ていくぜ。もちろんブロックでの作品も作っていくよ。最後まで雑談に付き合ってくれてありがとう。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくね。